はい、皆さんこんにちは。今回は今話題となっているエアバスのミニ FCU ですね、こちらの詳細画像と、動画の方ですね、ミニコックピットの方からご提供いただきましたので見ていきたいと思います。今回のこのミニ FCU はですね、18年以上の操縦経験と1万5000時間以上の飛行時間を持つ2人のエアバス機長によって開発されたということで、より本格的なインターフェースになっているということです。実際に実機からノブであったりボタンの一つ一つですね、そちらのサイズも測定を行った上で成形して製造しているということです。また FCU のパネルは完全にバックライト付きになっていて、 LCD 画面のデザインであったり書体ですね、またバックライトの色ですね、かなりこだわってカスタマイズされているということです。製品の方はまだ手元にないので試せてはいないんですが、ノブの動作ですね、押したり引いたりの、こちらの方もですね、実際のパイロットの方が開発に携わったということで、パイロットが指先で感じている感覚とかなり近い操縦体験が可能になっているということです。この FCU はですね、実際の 80% のサイズになっていて、接続の方はですね USB のみになっています。また Xbox で使えるかという点ですね、こちらの方は現時点ではマイクロソフトと検討中ということなので、少し時間がかかるんではないかと言われています。またこの FCU ですね、マイクロソフトフライトシミュレーターで使用できる機体というのはデフォルトの A320 フライバイワイヤー A32NX、ヘッドウィンドシミュレーションズの A330 の900、そういった機体が挙げられています。またフェニックスについてはですね、現在話の方も進めているようなんですが、正確な返答はまだ得られていないということで、フェニックスの対応については現時点では未定になっているようです。これについてはですね、また最新の情報などもチェックしていきたいと思います。またミニコックピットはですね、この FCU だけではなく、将来的にはミニイーフィスであったりミニイーカムですね、こちらの方も計画されているということです。このミニ FCU はですね、現在キックスターターという、クラウドファンディングという形で販売されています。現在価格の方はですね、キックスターターのキャンペーン中は、早期割引価格というのが設けられているので、数量限定でこちらのように割引となっています。現在はですね、発売当日の1000名限定の99ドルは、もうすでに3分ほどで、完売してしまったということで、現在は他の割引価格になっています。価格帯の方はですね、少し動きがあるので、概要欄の方に、キックスターターのページの方ですね載せておきます。またこのミニ FCU はですね、香港に拠点を置くフライトシミュレーションプロバイダーであるアイロスペース社の製品ということで、民間航空会社のシミュレーターメーカーということもあって、プロバイダーとしてエアバス社から公式のライセンスを取得している企業ということです。また初回の出荷はですね、11月頃香港から出荷予定ということで、発送の方の送料はですね、アジアだと15ドルから30ドルほどかかると記載がありました。はい、今回ミニ FCU の情報をお伝えしてきましたが、こういったインターフェースにおいて、マウスでの操作もね、減ってくると思うので、さらにですね、フライトシミュレーターの方ですね、リアルに体験できるんではないかと思います。当チャンネルでもですね、このミニ FCU が届き次第レビューしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録いただきお待ちいただければと思います。それではまた次回のライブ配信動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。